ハザード4 SKU MSG MOD ブラックメッセンジャーバッグ、こちらのご紹介です。サイズ、こちらのサイズは横幅、横幅が45センチくらいで、縦が38センチくらい、マチが7センチくらいです。順番にご紹介していきます。まず正面はこんな感じで、ここにバックルが2つついていて、ベルクロのメスシート、そしてここに持ち手があります。持ち手がついています。後ろの部分はこんな感じで、ここにこういう風に言うと D 缶が2つついています。マチの部分は入れる荷物によってここを広げることができます。まずここにファスナーが1箇所、正面です。こんな感じです。でバッグは真っ黒なんですが、中はちょっとこう色が変わっておしゃれな感じです。中のものが見やすくなっています。ファスナーにはループがついているので開閉がしやすいです。そしてこのポケットのファスナーの上にもう一つポケット、ファスナーがあるんですが、これはちょっと中とつながってます。そして裏の部分、後ろの部分もここがマジックテープで開閉することができて、ちょっと後からご紹介していきますが、これも中とつながってます。こちらの部分にはこういったホックのついたものが 1、2、3つついています。とこれはこういうふうにするとパッてこうやって開くんですけれども、ここについているループにこれを通してこうパチッと固定すると、こちらの方はこう開かなくなります。まあ、使い勝手によって自分でこうすることができます。そしてこの部分、このバックルはロックができるようになっているので、この部分をこうしてこう開けるとこう開きますが、止めてこのつまみ部分を下に下げると、これでここは開閉することが、ロックがかかります。できなくなってロックができます。とても安心です。そしてこのバックルを2つ開けると、パカッと、先ほど言ったここは、ここのファスナーはちょうどこう開けた時にここになります。で開けて中もここが全部にモールシステム仕様になっています。そしてここにベルクロメスシート、ここもこんな感じでなってます。でここ横の部分、ここはポケット、こちらの方にもポケット、サイドにはポケットがついてます。そしてこのファスナーを開けますと、ここは結構大きく開きます。ただあまり開きすぎないようにちゃんとここにループがついています。こっち側にビニールの大きなポケットが1つと、マジックテープで開閉することができます。そしてここにもいろいろなものが小分けしていられるように、ポケット、ペンなどが入るようにサイズ、もうちょっと大きいサイズとかにもなっています。ここにもこんな感じで、そしてここに D 缶がついています。そしてファスナーを開けると、ここもポケット。ここは内ポケットがついてない普通のポケットです。結構大きいです。そしてこのここのまたここにもいっぱいポケットついてます。
このポケットで開閉はマジックテープになります。そしてここに持ち手があって、こうここはダブルファスナーになっています。ここの部分にハザード4のロゴが入っています。ここからこういう感じに開けると、ここが中のポケットです。ショルダーベルトもついています。ちょうどこことここの部分にこのショルダーベルト、付属のショルダーベルトをつけることができます。ショルダーベルトのこの幅は5センチです。長さ調整することも可能です。中のポケットにも、中の方にもポケットがいっぱいついています。この両サイドにはちょっとこうペットボトルが入れられるようなポケットがついていて、あとこう細かくこうなって、こちらの面にはマジックテープで開閉できるポケットが、内ポケットがついています。中にもベルクロのメスシートがついています。こんな感じです。よいしょ、こんな感じ。ここは前面のモールシステム仕様になって、ここがベルクロのメスシート。そしてこっち側に行きますと、ここのポケットが先ほども言いましたようにマジックテープで開閉ができる内ポケット。そしてここのファスナーはこういう感じでダブルファスナーになっています。そして付属のショルダーベルトをこのサイド、こうやってサイドに取り付けることができます。こんな感じです。とてもいっぱいポケットがついています。ハザード4 SKU MSG MOD ブラック MOD メッセンジャーバッグのご紹介でした。